ハッピースピリアルライフ。こんにちは、穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそ。今日もご視聴ありがとうございます。実はですね、今日2月23日なんですけれども、はい、神田明神でアセンションクリスタルフェスをしてきたんですよね。っていうか、してるんですけれども。そして、なんかですね、いやー、この地球のクリスタルってすごいなーって思うことがあって、毎年のようにコロナになる前はですね、ツーソンっていうところでもう大きなクリスタルの、この展示会とかがあって、で、まあ仕入れに行くわけなんですけど、もうこれね、すごい。2012年ぐらいに仕入れて、もう私はね、クリスタルがこうやって話しかけてくるから、あ、じゃあその子ね、その子ね、その子ねって、一つの、まあ、お店でなんかちょっとずつ買うんですけれども、それ、こう選んだのが全てですね、実は、ツインフレームのクリスタルで、で、その時選んだ時はパカって外れてたんですよ。で、今も私一つを自分のために置いてあるんですけど、こちらね、これ、実はもうこれ外れないんです。もう完全にね、このぴったりとくっついてしまったんですが、買った時はこの両方、この力合わせてもうね、ツインフレームは離れなくなっちゃってるんです。完全に融合しているから。もともとこうやってね、パカって割れるのが。で、結局そこのお店でね、あの子、あの子、この子っていうのは全部がこの、今はもうくっついちゃってるんですけれども、離れて、それぞれの、ね、のクリスタルになってて、こうやって一つにして置いてるんですけど、本当にこれ外れてたんですよ。でももうこの時代が変わり、融合しちゃったので、ツインフレームと一つになっちゃってて、お幸せにって感じなんですけど、はい。で、それをね、三つあって、お客様に二つはね、それぞれのところに行ったんですが、で、ね、やっぱりこの時代、風の時代は、まあ、いろんな境界線を越えて行き、ね、ツインフレームとは、出会う人は出会う。なんか出会いたいと思ってるけど、出会ってない。そういう方もいらっしゃるんですけど、ツインフレームの瞑想というのが実はありまして、今日はね、そのツインフレームの、瞑想をですね、皆さんに提供し、この瞑想の中でツインフレームに出会っていただき、大切な、このエネルギーの交換ですね、する時間を設けてみたいなと思っているんですけど、いかがなものでしょうか？やってみますか？はい、ぜひやってもらいたいなと思います。はい、ではね、一緒に始めていきましょう。では軽くね、目を閉じていきましょうね。心地の良い椅子に座っていますか？もし心地の良い椅子ではなかったら、あなたが心地が良いと感じる椅子に座ってください。鼻から息を吸って、口から吐いていきます。ゆったりと深い呼吸をして、足の裏はぴったりと床につけて、あなたが今ここにいる状態を保つために、深い呼吸とともにウエスト周りからグラウンディングコードをまっすぐ地球の中心に向けて伸ばして、グラウンディングをしておきます。さあ、ゆったりと深い呼吸を通して、あなた自身が今、あなたのオーラも広がりすぎていると感じたら、オーラも引き寄せて片手幅あたり、オーラの境界線が来るようにしておいてください。ツインフレームと出会う金星からの光の神殿をそれぞれの空間に下ろします。金星のツインフレームと出会う光の神殿には、対になったツインフレームの光のマスターたちが存在しています。まずその光の神殿が下ろされて、美しいマルチカラーの光がゴールドの光と混ざって、あなたに降り注がれているのが感じられるでしょうか？イメージできる方はイメージしてみてください。複数の色が
異なった色がゴールドの光とともにあなたに向けてあなたの全身に降り注いでいます。あなたがこれからツインフレームに出会って対話をしたり時間を過ごすために作られているこの光の神殿はまだツインフレームに出会っていない方も、そしてもうすでにツインフレームと出会っている方も、もうツインフレームが統合してあなたの中で一つになっている方も、すべての方にとってツインフレームのエネルギーチャージがなされていきます。さあ今日はあなたを導いてくれる金星のツインフレームの光のマスターたちがあなたの目の前にやってきています。その光のマスターたちはあなたに挨拶をしているようですが、あなたの方からも挨拶をしてみてください。そしてあなたが今日ツインフレームとつながり対話したりエネルギー交換をするために導いてくれるということを楽しみにしている、あるいはあなたがどんなふうに望んでいるかをツインフレームを担当しているこの光のマスターに伝えておきましょう。さあそれでは神殿の奥にはあなたのツインフレームがもうすでに光の体で待ってくれている場所へと、光のマスターたちはツインフレームのマスターたちは連れて行ってくれます。あなたも今から光の体となってその場所へと歩いていきます。このツインフレームのマスターの2人についていけばあなたが行くその部屋がわかります。さあ歩いていきましょう。神々しい神殿の中にあなたがツインフレームに会うその部屋があります。ツインフレームの光のマスターはその部屋の前に来たら手招きでこの部屋に待っていますよ、どうぞという合図をしてくれます。さあその部屋に入っていきましょう。光の体のあなたはその部屋へと入っていき、あなたのツインフレームが待っているその部屋の中に入ります。部屋の中を見渡してください。光の体のツインフレームでがそこにどんな風に待ってくれていますか。その部屋はどんな部屋になっているでしょうか。もしかしたら部屋ではなくて自然界の中かもしれません。そんな風に見えるかもしれません。ツインフレームのところに歩いて行き挨拶をしてみてください。私はあなたです。あなたは私です。私はあなたのツインフレームです。あなたは私のツインフレームです。そのように伝えながら今ただただ沈黙の中で目の前に存在しているツインフレームのその存在感や空気感、そのエネルギーを感じる時間をとってみてください。する時間をとって光の
体で触れ合ってください。触れ合いながら、あなたがハートから伝えたいことを伝えておきましょう。そしてあなたのツインフレームからも言葉やエネルギーやイメージなどを通して、あなたが感じる体感を通してや何かを認識するという能力を通して、ツインフレームはあなたに伝えたいことを今伝えてくれているので、リラックスして受け取ってください。光の体は一つになってしばらく時間を過ごします。完全に融合して一つとなって、その空間でしばらく時間を過ごしてください。その融合体験はあなたに完全に無条件の愛と信頼を与えてくれるでしょう。平安を与えてくれるでしょう。その他、今あなたが最も必要なエネルギーがそこにもたらされていますので、たっぷりと受け取ってください。そして一つとなったあなたは今、その部屋に置いてあるテーブルの上にはツインフレームとの聖なる運命の書というものがあります。その運命の書のもうページが開かれています。そこには文字が書かれているように見える方もいれば白紙に見える方もいますが、それは運命の書で、あなたのツインフレームとの青写真、ブループリントです。それを両手を置いて、本人両手を開かれたそのページに手を置くと、必要な情報はあなたの中に取り込んでいくことができます。それを受け取ってください。それを受け取ったら、あなたに必要なタイミングでそれが言語化されたり具現化されていきます。
ゲームと光の体で一つになったその体感を持ったまま、それぞれが光の体に分かれていきます。出会えたこと、語られたこと、一つになったすべて、そして運命の書を一緒に受け取ったこと、それをすべて持ち帰ります。それではその部屋から出て行き、再び金星のツインフレームのマスターが待っているその扉の向こうへ出て行き、案内をしてもらいましょう。そして再び元の場所へと戻って、金星のツインフレームの光の神殿はあなたの部屋にしばらく72時間ほど置かれた状態になります。必要なだけこの後も瞑想することができます。ツインフレームの光のマスターたちはあなたを、あなたの光の体を肉体へと戻してくれます。今日つながれたことに感謝して、マスターに感謝をします。そして今から神殿がそのまま継続されたまま、光の体のあなたは肉体に戻り、3回深い呼吸をして目覚めていきます。1つ、2つ、指先、つま先を動かします。3つ目、ぐっと伸びをします。そしてふーっと吐いて、あなたの膝や足首をさすってください。そしてゆっくり体を起こして肉体に戻っているのを感じて、あなたのペースで目を開けてください。はい、今日はね、金星のツインフレームの光の神殿があって、もう本当にこう、もう愛そのものだったなって感じるんですけれども、どんな体験になりましたか？でこの瞑想はですね、何度しても必要なこの運命の書のいろんな情報がね受け取れますので、あなたが本当にやりたいなと思うタイミングで何度もしていただいたら嬉しいかなと思います。はい、今日はこの瞑想がで終わるんですが、ね、あっという間に2月もね終わっていきますけれども、本当に、皆さんにとっての最高のこの2022年がこうやって始まったなっていう感じがしました。はい、まだこの私のチャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。で、その他私の活動のね、2月以降の情報なども URL、概要欄に載ってます。で、ブログとかもね、毎日更新してますので、ふとなんか気分が良くなる、そんな、ブログなんで、ぜひたどり着いてください。今日もね、ありがとうございます。穴口恵子のハッピースピリチュアルライフでした。それではまた。